こんにちは、四谷マスターです。今週はですね、エリザベス女王杯についてお話をしたいと思います。まあ今日ですね、いつも、アシスタントでいる手塚さんがちょっと日程の都合が合わなくてですね、一緒にいないんですが、まあ今週はですね、私一人で、勘弁していただきたいなというふうに思っております。それではですね、まずエリザベス女王杯ですが、いつも通りですね、過去のレースを順番に振り返っていこうかなというふうに思っております。一つ目がですね、クイーンステークスですね。でこのメンバーからはですね、勝ったテルゼットが出走してくると。でテルゼットですが、マジックキャッスルをですね差し切ったことは立派です。でマジックキャッスルはですね、その前に、ビクトリアマイルでですね2着の実績があり、まあ、このメンバーに入ればちょっと力が1枚抜けていたという馬を差し切ったんですが、テルゼットはですねいつも通り後方から競馬を進めて直線、大外から差し切るといった内容でした。ただですね、このレースですね上位を、来た馬がですね3着も例えばですねこの3着のサトノセシルも後方の外目を走っていた馬ということで、ちょっと外差しが届きやすい馬場状態と展開でした。それを考えると少し展開に恵まれたのかなという感じはしています。で、実はこの馬その前ですね、ダービー強チャレンジトロフィーも勝ってるんですが、その時もですね、ハイペースのマイクズルの展開で後方の、内目で足を溜めたという展開に恵まれているので、この馬がですね好走するためにはやはり前が速くなって差しが届きやすい馬場や展開の助けが必要という評価が妥当なのかなというふうに思っております。次ですね、新潟記念ですね。でこのメンバーからは3着のクラベルが出走してくると。でクラベルはですね後方で足を溜めて、直線ですね外に持ち出して、3着に追い込んだという内容です。でこの時ですね、1着2着が同じ外枠の、マイネルファンロンと当選スーリアということを考えると、やはり外に出して外差しの展開に若干恵まれたのかなという感じはします。ただですねこの馬もいつもですね堅実に追い込むタイプではあるので、先ほどのですねテルツェットと同様に差しが届く展開の時には若干注意が必要かなというふうに思っております。で次ですね、オールカマーですね。まあ、これも牝馬限定のレースではないんですが、かなりですねここに、エリザベス女王杯の、上位人気馬が出走してくるというところですね。まずですね見ていきますと、勝ったのがウィン・マリリンと。でウィン・マリリンは、この日ですねオールカマー実は7日目に行われたレースなんですが、かなりですねこの日はインコースが有利な馬場状態でした。でそういうこともあってですね1着2着が1枠2頭ということになっています。で勝ったウィン・マリリンは、後位のインの絶好位で、足を溜めて直線抜け出すといった競馬でした。でただですね、直線なかなか前が開かなかったことを考えると1馬身半の着差は、立派なのかなという感じもしています。なので、まあ、このウィン・マリリンですね、いつも好走するパターンはこのように内枠を引いてロスない競馬というのが条件なんですが、同じような競馬ができれば、今回ですね G1 でも好走する可能性は高いのかなというふうに思っております。2着のウィン・キリトスはその直後のインコースで足を溜めて直線ですねスムーズに外に出しての2着なので、そういう意味で言うとですね、ウィン・マリリンとはやはりこの1馬身半の差はなかなかつまらなかったというのはどうかなというところがあります。なので前回は 1枠に恵まれたので、今回好走するためにはかなりの展開に助けが必要かなというふうに思っております。でこの時ですね1番人気を裏切ってしまったのが4着のレイパパレと。レイパパレはですね、2番手追走で、押し切りを狙ったんですが、上位3頭に刺されてしまっての4着と、まあ、道中ですねこの3着の、グローリーベースがですねスーッと動いていって、一旦ですね、早めに仕掛けられたこともあって少しですね仕掛けが早くなったにせよ、まあ、ペースもそこまで、早くなかったことを考えるともう少し走って欲しかったのかなという内容でした。まあ、ただですね、能力的にはですねもう大阪杯を楽勝しているように、気分よく走ればかなりこのメンバーでは上位なので、まあ、ルメールジョッキーで人気になってもやはり高い評価を与えた方がいいかなと思います。ただですねこの馬に関しては大阪杯を見るとどちらかというとですね自ら先手を取って後続に足を使わせるぐらいの厳しい流れにして後続もですねついていけないという展開にした方がいいので、まあ、今回ですね逃げ馬が意外と多いのでそういう競馬にならないということを考えると行きたがってやはり、まあ、このオールカマーであったり宝塚記念のように、まあ、大阪杯ほどの力は発揮できない可能性のが若干高いかなという感じはしています。であとですね
出てくる7着のランブリングアレイも出てくるんですが、これはですね、実は馬込みの中にいて若干仕掛けが遅れたこと、あとですねやはり内側に拉致沿いに寄れなかったことを考えると、まあ、着順ほど内容は悪くないので、もともとですね、ビクトリアマイルで2着の実績があるので、そういう意味で考えると、まあ、多少巻き返しが展開に恵まれれば巻き返しがあってもおかしくないのかなという感じがします。で、まあ、この時逃げていたのがロザムールなんですが、今回もですね一応この馬が先手を取るんでしょうが、やはり、さらなるメンバー強化を考えると厳しいという見方でいいのかなというふうに思います。次ですね、秋華賞組ですね。このメンバーからは勝った赤い鳥の娘が出走してくるというところですね。で、赤い鳥の娘はですね、後位の外目を追走して自ら押し切るといった非常に強い内容でした。で、まあ、大して強くないですね、栄進飛天あたりが4着に残っていることを考えると、若干ですが内目が有利だった馬場を外目を回って自ら押し切るといった内容は非常に力を示した内容なのかなというふうに思っております。まあ、問題はですね、3歳牝馬世代が古馬相手でもう通用するかどうかというところですが、まあ、今年ですね、オス馬牝馬ともにかなり古馬相手でも重賞で通用している馬が多いということを考えると、基本的にはレベルが高いと、まあ、あとですね、この時力を発揮できなかったソダシがですね、これ10着ですね、この馬が札幌記念でラブズオンリューあたりをですね破っていることを考えると、やはり今年の3歳世代はレベルが高いという見方が濃厚なので、赤い鳥の娘に関しても、やはりですね、コバ初のコバ相手でもかなり高い評価を与える必要があるのかなという感じがしています。で、この時もう一頭出てくるのが、7着のステラリア、6着ですね、6着のステラリアが出走してくるんですが、ステラリアはですね、後方の内目で足を溜めて、直線、じりじりと伸びての6着なので、このやはりコース取りの差を考えると、赤い鳥の娘とは着差以上の能力差があると。で、まあ、よほどですね、3歳牝馬の世代のレベルが高くて赤い鳥の娘が落勝した時の連覇候補というのは若干可能性はありますが、やはりこの間に小馬の何かが入ってしまう可能性の方が高いかなというふうに思っております。次ですね、新潟牝馬ステークスですね。で、このメンバーからはですね、2着のソフトフルート、3着のムジカあたりが出走してくると。で、ソフトフルートとムジカですが、そうですね、後方で、2頭ですね、まあ、中段よりやや後方で足を溜めて、勝ったマリア・エレーナに刺されてしまったんですが、ソフトフルートとムジカは後方で足を溜めて2、3着だったと。で、意外とですね、小頭数の割には、ユヌルージュがですね、先手を取って、2番手にエアジーン、まあ、先行した2頭が、ブービーとビリに負けているように、まあまあ早いペースで、それで追い込んだという展開に恵まれたことと、やはりですね、オープン特別に毛が生えた程度の7頭立ての、で、勝った相手がですね、どちらか3歳牝馬でもトップクラスとは言えないマリア・エレーナ、まあ、51キロの筋量に恵まれたとはいえ、それにですね、1馬身4分の1離されてしまったことを考えると、一つこのレースで分かることは、やはり3歳牝馬世代のレベルが高そうだよねっていう話と、やはりこの新潟牝馬ステークス組はちょっと G1 に入ると、力が足りないような弱いメンバーであったか可能性が高いよねっていうところだというふうに思っております。なので新潟牝馬、一つは新潟牝馬ステークス組はあまり高い評価が不要ということと、あとはですね、3歳牝馬であるやはり赤い鳥の娘が必然的に、押し上げられるのかなというふうに思っております。それではですね、確定した枠順を見て、展開を見ながら一頭一頭解説していこうかなと思います。基本的にはですね、ロザムールが先手を取りそうですが、内からシャムロックヒルが、どの程度、競りかけるかによってかなり展開が変わるのかなと。まあ、内からシャムロックヒルがですね、かなり競りかけるようだとハイペースの縦長の展開と、で、逆にですね、すんなり行かせるようだとロザムールもですね、話し逃げもしなくてもいいタイプなので、ゆったりとした流れで、前の残り
りの決着になるのかなというふうに思っております。ちょっと内からいきますが、1番のレイパパレ、先ほどお話したように大阪杯のようにこの馬の場合どちらかというと自ら先手を取って、後続に足を使わせる展開の方が向いていると思うんですが、ただですね、この枠順であれば、2ゲームは2頭を行かせて後位のインで足を貯めるという、競馬ができそうなので、逃げなくてもこの枠順ならいい競馬をする可能性はかなり高まったのかなというふうに思っております。まあ、ルメールジョッキーなんでね、当然、うまく乗るのかなという感じがしています。枠順的には、この枠順を引いたことによって、ちょっとですね、評価を上げざるを得ない一頭かなというふうに思っております。2番のクラベル、そうですね、基本的には追い込み客室なので前が潰れる展開の時にこの G1 でもどこまで追い込めるかというところだと思います。なのでちょっと前が速くなってもらう展開の助けが必要かなというふうに思っております。3番の赤い鳥の娘、これもですね、絶好枠を引きましたね。まあ、特段ですね、阪神の 2200m が内枠有利というわけではないんですが、まあ、どちらかというとこの2頭ともですね、後位から競馬を進めやすいので、枠順はいいのかなと思います。で、赤い鳥の娘に関してはですね、前回外回っていたんですが、今回はですね、後位の、まあ、あれですね、レイパパレをマークするような形で足を貯めて、レイパパレとの戦いに持ち込むのかなという感じがします。で、先ほどお話したようにですね、問題は、3歳牝馬のレベルなんですが、育ちがですね、札幌記念でラブズオンリーユーを破っていることを考えると、やはりですね、高い評価を与えるべき一頭なのかなと思います。まあ、レイパパレどっちがいいかっていうのはちょっと悩ましいところではあるんですが、レイパパレの方が気難しいことを考えると安全策は赤い鳥の娘かなという感じも若干しています。4番の伊豆城の奇跡、そうですね、やってるメンバーを考えると、でかつレース内容を考えるとちょっと、力が足んないのかなという感じがしています。5番のステラリア、そうですね、先ほどお話したようにですね、秋華賞は展開に恵まれての6着、一方赤い鳥の娘は外を回って勝ちに行っての勝利ということを考えると、ちょっと着差以上にですね、赤い鳥の娘とは能力差があるかなとは思っております。ただですね、唯一通用するとすれば、3歳馬ですね、もうめちゃめちゃ強くてですね、赤い鳥の娘が、ぶっちぎって勝つようであれば、2着候補には少し抑えてもいいのかなという感じはしています。6番のランブリングアレ、まあ、前回ですね、ちょっと包まれて競馬にならなかったことを考えると、でかつですね、ビクトリアマイルで、グランアレグリアの2着という実績を考えると、そこまで能力差はないのかなという感じがします。まあ、このままあんまり人気にならないタイプなので、うまく、道中、中段の内側で足を貯めるようであれば、若干チャンスはあるのかなという感じはしています。7番のサムロックギル、まあ、今回ちょっと逃げられなそうなので厳しい、感じがします。8番テルゼット、先ほどお話ししたようにですね、クイーンステークス、ダービー強チャレンジトロフィー、2戦ともにですね、かなり前が潰れる展開に恵まれたので、今回も構想するためには、やはりですね、前潰れの展開の助けが必要だと思います。9番ウィンマリニン、まあ、前回強かったですね。ただやはり日経賞、オールカマーともにですね、後位のインで足を貯める展開に恵まれたので、この枠順でうまく内に潜り込んで前走のような競馬ができるかどうか、そこがポイントになってくるのかなと思います。ただまあ